はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっとこちらにもう見えてると思うんですけれども、ここにね、めちゃくちゃ服があるんですよ。で、今日は何をやっていくかっていうと、ちょっとまたね、洋服が増えてきて、なかなか収納しきれない状態になってきてしまっていたので、また断捨離をしたんですよ。断捨離して、まあ一部なんですけれども、こんな感じで洋服があるんですが、今回はですね、定期的に断捨離はしているんですけど、その断捨離した服をどうしているのかっていうのを皆さんにシェアしていこうかなっていうふうに思っております。衣替えしたりとかする季節でもあるかなっていうふうに思うし、断捨離した服どうしようかなって悩んでる方もいるかなと思って、私のこの断捨離した洋服の行方はどうなっているのかっていうのをご紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、何本か動画私も作っているので、ご存知の方もいるかもしれないんですが、私は基本的に断捨離した洋服は実家に送っております。私の家族構成が父、母、姉、私、妹で、結構女家系というか、実家に送って、まあ、お母さんとかお姉ちゃん、妹に着てもらうようにしてます。でも私だけ背が高くて、他のみんなは割と背は小さめなんですよね。そう、だからなかなかね、サイズとか合わなかったりもします。だから送っても着れないっていうものだったりとか、これは明らかにちょっと大きそうだなっていうやつは、私の独断と偏見でこれは着そうだなとか、これは着れそうだなっていうものは送ってっていう感じにしてます。じゃあそのサイズ合わないやつはどうするのっていう話だと思うんですけど、その洋服たちは結構リサイクルショップとかに売りに行ったりとかしてました。リサイクルショップに売りに行くっていう人も結構いると思うんですけど、リサイクルショップに売りに行く時ってすごくまとめてバーンって売るイメージが私の中であって、でもそのまとめてってなると、それを持っていくのにやっぱり車が必要だったりとか、なかなか自分一人では行けないと思うんですね。もしかしたらなんかこう取りに来てくれてっていうのもあるかもしれないんですが、やっぱりこう車を持ってない税としては、実家にいた時だったりとか家族がいる時とかは売りに行けてたんですけど、なかなかやっぱり売りに行くことができないっていう感じなんですよね。だからもう本当にリサイクルショップはいろんな条件がマッチした時にしか行けないっていう感じなんですよ、私の中で。でも大体私は今まではその2パターンが多かったかな。で、もうさすがにこの洋服ちょっと穴が開いちゃってるとか、着すぎちゃってボロボロで毛玉もいっぱいついてるみたいなやつはさすがにこう処分したりとかはしますっていう感じかな、私はいつも。でもなんかいろんなね、方法があると思います。例えば自分でリメイクしたりとかしてまた再利用したりとか、ご家族がいる方だったら自分の子供の洋服にするとか、あとはもう洋服とかじゃなくって、もう違うエコバッグとか生地だけを使って違うものに変身させるみたいなのもあったりとかしました。なかなかやっぱりそういう技術がないとできないことだと思うんですけど、もう一個多分みんなも使ったことあると思うんですけど、フリマアプリっていうのがあると思います。私も過去に何度か本当に数え切れるぐらい数回使ったことあるんですけど、フリマアプリは今までそこまで利用してこなかったんですが、今回ですね、PayPayフリマさんにちょっと使ってみませんかっていう風にお声掛けをいただいたの で、ちょうどよく私も断捨離したタイミングだったので、あ、それならぜひって言って、今回 PayPayフリマさんで出品してみようと思います、断捨離した洋服たちを。まあ今回も断捨離した洋服はもうすでに実家に送ったものもあるんですけど、これは多分着なさそうかなっていうようなやつが今ここにあるので、それを出品していこうと思います。 PayPayフリマさんにお声掛けをいただいた時に、いろいろ聞いていくうちにすごいいいなって思ったやつがあったので、それをちょっと軽く最初に紹介しようと思います。フリマアプリっていうと結構販売手数料とかが気になると思うんですけど、この PayPayフリマさんが業界最安値の販売手数料が 5% らしいです。これも2021年1月20日ついこの間から出品者にかかる販売手数料が 10% だったのが 5% に値引きをされたそうです。 5% ってすごいですよね。で、あとは初めて購入する新規購入者の方に 50% オフのクーポンが配布されているのと、2回目以降も随時なんかクーポンとかが届くみたいなので、そういうのを利用すればお得に購入とかができるそうです。あと安全面もすごく安心できるんですけど、全部の商品が匿名配送でできるので、売る方も買う方も相手に住所とかが知られることなく取引ができるっていうのもすごくいいなって思いました。あとフリマアプリ使ったことないっていう方でも結構簡単に売ったり買ったりできそうだなって思ったので、私も今から皆さんに紹介しながらやっていこうと思います。はい、ということで、じゃあ早速出品していきたいと思います。
ドキドキ、楽しいですよねこういうのも。ということで PayPay フリマアプリを開きました、まあ、開くとこんな感じでおすすめとかレディースコスメとかベビーインテリアとかスポーツとか本当にたくさんいろんな項目があるんですけれども、今回出品をしていくのでこの下のところ出品のマークを押します。そうするとこんな感じで商品の情報入力っていう風に出てくるんですけれども、3ステップで出品ができるそうなんですが、まず1つ目がこの一番上のカメラのマークがあるやつ、これを押すと写真を追加するとか動画を追加するっていうのが出てくるんですよ。そう、 PayPay フリマさんのもう一個いいところがあって、私が知ってるフリマアプリって割と写真だけのイメージがあったんですが、 PayPay フリマさんは動画も撮って出品することができるのでより細かいディテールが伝えやすいんですよね。ワンピースの揺れ感だったりとか生地の透け感だったりとか、アクセサリーとかだったらピアスの揺れ感だったりとかも伝えられることができるので、商品をよりよく伝えられるのでそこもすごくいいなって思いました。せっかくなので今回ちょっと動画を追加してみようと思います。じゃあ動画を追加するを押して、何点か出品しようかなっていうふうに考えてるんですが、まず1個目がこのトップスです。すごく夏っぽいですよね。夏なのでこういうのも出品してみてもいいかなと思ってこちらを出品していきたいと思います。はい、でちょっとね場所を移動してきました。私の家にはこのハンガーラックがあるのでこのハンガーにかけて動画を撮っていきたいと思います。では撮影していきたいと思います。どうだろうか、いいんじゃないでしょうか。あとここから写真を撮っていくっていう感じになります。じゃあ撮影していきます。はい、こんな感じでできたと思います。そしたらあとはこちらの情報を入力して出品をするという感じらしいのでやっていこうと思います。 H&M パフスリールオプスファッションですブラウスかな、サイズが S サイズで商品の説明を書いていきます。こんな感じで全部入力できたのでいよいよ出品したいと思います。この出品するボタンを押したら出品完了します。ではいきます、せーの、出品。ということで出品が完了しました。できた、めちゃくちゃ簡単ですね。すごい、もう閲覧数が2とかですよ、早っはい、ということでこんな感じで完了しました。じゃああとね数点あるのでそれも出品していこうと思います。はい、ということで出品しました。終わりました。今回合計で5点出品しました。めちゃくちゃ簡単でしたね。ほんとパーって動画撮って写真撮って入力すること入力して出品をしたらもう出品完了なので、あとは待つだけっていう感じになります。やっぱり動画だと細かいところまで伝えられたりとか、より詳しくその商品の素材感だったりとかも伝わりやすいんじゃないかなって思って、動画の機能はすごく便利だなっていう風に思いました。今回私は出品をする形だったんですけど、もちろんショッピングをするっていう目的で使ってもとっても楽しいんじゃないかなって思います。本当にいろんなアイテムがあったので家にいても気軽に出品できたり購入できたりとかもするし、あとやっぱり私も最初に言ってたリサイクルショップに持っていくのって少ない数のためだけに行くのも労力かかったりとかすると思うので、ちょろっと断捨離してもう着ないかなっていうものが出てきた時にパパッといつでも出品できるのが私はすごくいいなって思いました。今出品したものたちも新しい方の元に無事届けば嬉しいなと思います。今後もね見守っていきます。はい、ということで今回はその PayPay フリマさんにお声掛けをいただいて出品してみたんですけれども、概要欄にもリンクを貼っておくので私もやってみようかなとかショッピングしてみようかなって思った方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。